ちょっと待て、あーやっぱり忘れてるわ。久しぶりなのでいろいろと忘れ物をしたんで、出発がすごく遅くなりました。11時44分です。まあ行ったね。やっぱりさっきよりちょっと風が出てきてますね。でもまあ波が立つほどじゃないです。目指してるところが白波がドドーンって立ってんだよね。あそこの岸が、ここに定置網かなんかあるな。やっと出廷を拒否られた漁港を横に見てます。ちょっと近づいてきたけど、前からあそこが生きてるのが気になるな。ここにも定置網があって、ぐるっと遠回りしなきゃいけないですね。この岸は岬の向こう側のはずですけど、だいぶ近づいてきました。その離れ小島の間ぐらい手前っぽいんですけど、グーグルはだからそこの隙間一回ちょっと見てみますね。やっぱそこは単なる低い入り江で類はなさそうですね。一応念には念を入れて行ってみますけど、ないね、何も。よし、行ってみましょう。ひょっとしたら観光船じゃないですかね。後ろに人がいっぱい乗ってるから。こら浅いな。おい、これダウンの洞窟かよ。おい、そこの中にはちょっと入りたくないね。まあ確かに。
ちょっと深さ欲しいですね。関東線あれだけだとちょっと寂しいよね。他にも何かあるんだろうね、見るとか。まあ私はちょっとお腹も減ってきたし帰ります。なあ、ずき、お腹減ったやな。一問があるんでちょっとお参りしてます。風も意外と収まっちゃって、予報と違って、予報は4メーターでしたけども、まあ1メーターあるかないかくらいですね。近いところは泣いた感じになってます。真ん中ぐらいですかね、この辺で。あ、ちょっと左手が痛いな。でも心配した肩は痛くないです。わあ、と車が見えてきた。出発して浜に戻ってきました。ちょっと潮が満ちてるかな。あずき、待てだよ。待て、え、待て、よいしょ。